はい、今回は、こういう両軸リールっていうか、このベイトリールと、スピニングリールの違いに説明しようかなと思います。まずこのスピニングリール、結構みんな一般的に使っていると思うんですけど、一番何がいいかって言ったらトラブルが少ない。トラブルが少ないです。これで巻きやすいで、まあ投げる時もここを引っ張ってこう投げて、で閉じて巻くっていう、まあ結構小さい頃から釣りをする人だったら多分最初に触るリールがこういう形なんかなと思います。でもう一個がベイトリールという形です。まあ僕が普段、まあ、根魚を釣る時とか、まあキャスティングもそうやし、落とし、まあ真下に落とすような釣り、ジギングでもよく使っているリールですね。これの何が、まあ僕がなんでこれ好きで使ってるかって言ったら、まあ一番がやっぱり楽。楽っていうのは、こう、ここでまあ投げたり落としたりっていう時に、ここを、こういうふうにスプルフリー。こっちで言う、この動作ですね。こういう開けて糸を放出するっていう操作を、このリールはもうこのワンタッチ。これだけです。で、やることができる。で、投げたり落としたりする。で、もう巻きたいなっていう時に、ここもこう、こうやってやればもう、ここスプールはもうフリーになっていないっていうのが、このリールの一番の特徴です。まあ、これをずっと使ってたら、もうこっちを使うのがめんどくさいっていう風になってきます。こういう楽なやつですね。で、このリールの、まあ、唯一のデメリット。って言ったら、ちょっと、って言ったら、まあこういう風に糸があって、投げた時に、まあ向かい風とかで急に減速した時っていうのをちょっと再現しますけど、わかりますよね。こういう風になんか糸がちょっともじゃもじゃになってしまう、バックラッシュっていう現象なんですけど、これはまあ慣れてればある程度簡単に直すことができます。まあスピニングリールではこういう心配がないっていうのもスピニングリールの強みでもありますね。こうやって糸を出してやったらある程度解決します。でもう一回巻き直して置いておく。でまあスピニングリールとベイトリールの違いとして、スピニングリールが勝っている点って言ったら、飛距離ですね。投げた時の飛距離がやっぱり同じ糸の太さでやった時にやっぱりスピニングリールの方がよく飛ぶっていうのと、ここのバックラッシュが少ない、トラブルが少ない、扱いやすいリールっていうのがスピニングリールの特徴で、こっちはまあトラブルがまあちょっと癖があるけど、使いこなせれば、まあ、飛距離ちょっと犠牲にして楽さっていうのが一番のメリットですね。こっちで言ったらこう返して投げて、こう返して投げて、でここを戻してから巻き始めるっていう、そういう動作が必要になります。でまああと一番の違いやなって感じてるのは、こっちのベイトリールの曲げハンドルがこう巻いて、例えばこう巻くじゃないですか、こういう風に円を描いてっていう時に、こっちはこう回転してる。だから反対になってるんですよ。ここのギアの噛み合いでこういう風になってる。なんで方向が一緒なんで、あんまりパワーのロスが少ないっていうのがこのベイトリールですね。逆にこっちのスピニングリールっていうのは、こう巻いた時に、ここの動きがこう縦の円だったとしたら、こういう横の円になってるっていうのが、ここのまあ中で方向の変換があるんで、多少のロスがあるんですよ。パワーのロスで。ちょっとパワーが少ないっていうのが、こっちのリールの特徴です。で、ドラグの部分ですけど、こっちは糸が出てった時に、こういうふうにスムーズに回る。だからドラグ、大きい、急に大きい魚が来ても、対応しやすいのはこっちのリールですね。で、こっちの、まあ、一般的なベイトリールっていうのは、ここのドラグがやっぱりこっちよりもちょっと弱いというか性能が不十分なんで、急な大きい時来た時に、まあよほど上手い人だったらここクラッチ切って対応したりはするんですけど、クラッチを切って
こう出ていくのを指で押さえたりはするんですけど、よっぽど慣れてなかったら難しいと思います。まあ、この2つのリールがまあ大きな、まあ、両軸リールっていうのとスピニングリールっていうものの違いですね。まあ好みによって使い分けたりしたりしたら結構使える、まあ、どっちもいいリールですね。まあ、そこは用途に合わせて使ってもらったら十分だと思います。